激レアさんを連れてきた未公開トーク。今回はゴールデンスペシャル本編で入りきらなかった上沼恵美子さん、加賀まりこさんの激レアエピソード延長戦。まずは羽田美智子さん、春菜さんのオープニングトークをお届け。さあ、若林研究員、はい、またまたやってまいりました。いや、来ましたね。激レアさんを連れてきた、はい、ゴールデンスペシャルです。よし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 。前回のスペシャルは若林 vs 強レア大先輩というタイトルだったんですが、本日はこちらです。若林 vs 極レア大大先輩スペシャル。激レアじゃないですよ、極レアなんですよ。前回も思いましたけど、階級合わせてくださいよ。フライ級対ヘビー級の戦いさせられて、もうボコボコで、もうラジオ全然面白くなかったですからね。大丈夫？では一緒に戦ってくださる本日の客員研究員さんご紹介します。仲間だ。羽田美智子さん、ハリセンボンの近藤春菜さんです。よろしくお願いします。お願いします。まず羽田さんは2年ぶりに来ていただきました、はい、いつもすごい素敵な激レアさんと出会わせていただいて、もう人生捨てたもんじゃないなとか、人生これからだなっていつも思わせていただく、いい番組ですよね。いや、嬉しいです。本当に今日は極レアさん。極レアは初めて。極レアさんってどういうことなの？いや、だから激レアの上ですから、我々も顎引いてかからんとやられますよ。構えないと。なんかマングース的な、なんか。あ、そうそうですね。ちょっと言ってること分かんないですけども、マングースでは羽田さんだけが許されるコメントです。私も前回スペシャル出させていただいた時に、はい、ね、一番端っこあっち側がいいのに、はい、ここすっごい気使うんですよ。すいません、春菜さん。で、この番組って本当に知らせてくれないじゃないですか。来てからなんで OK しちゃったんだろうみたいなこともあるから。すいません、ちょっとあのエアバッグとしていてもらってる。エアバッグにならねえのよ。いや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 、今日は本当に春菜さんの力が必要です。え、お願いします。お願いします。誰？お願いします。怖い。ここからは、実はいやいや芸能生活を送っていた上沼恵美子の激レア半生延長戦。まずは当時10歳でちびっこのど自慢チャンピオンとなった上沼さんがスタジオでもその歌声を披露してくれたぞ。コマーシャルソング 全国大会、はい、そういうのも私3年ぐらい続けて東京まで来ました、決勝で。すごい。佐久間のチャオ、まあ、ドロップはまだ出てますけど、チャオっていうのもあったんです。チャオありました。ありました。あら、なんかさん、コーヒー味じゃなくて、水飴でくるんだチョコレートなんでね、チャオチャオ、サクマのキャンディーチョコ、飴でくるんだチョコレート、チャオチャオチャオと飲めちゃおう、サクマのチャオ飲めちゃおう。これを盛り上がってますね、東京まで。よく出てきますね。でもそのやっぱ当時の10歳の頃の歌も今もこう歌えるんですね。いやですね、今びっくりしました。スッと出てきましたね。続いては紅白歌合戦の司会に抜擢されるも、その裏で大事件に遭遇しちゃったお話。28日暮れから行って面接するんですよね、赤組の歌手の皆さんと。で、面接して、まあまあ人となりというか、私が司会です、私がなんとかです、よろしくみたいなことをずっとやっていくわけなんですけども、その時はもう大変でございました。皆さんまずあの素顔でいらっしゃるんで、誰や分かれへん歌手もおりません。ええみたいな、こう言えないんですけど、いやいや、その素顔の方が綺麗な人もいるんですよ。おっちおーいってみたいな。いや、いつも着物でガーッと艶やかに歌ってる方がジーンズで見えたら分からないんですよ。確かにそうですね、はい、召し物がね。そうです。やっぱり当時は大女優さんとかが赤組の司会をやってらっしゃいました、はい、で、私のようなのでやっぱり何だけんふんってなもんだったと思うんです、赤組の歌手の皆様が。ですから、いびられました。
面接の時次の方どうぞって言って、すいません、あの赤組司会の上沼です、よろしくお願いしますって言ったら、パイプ椅子なんですが、横にパーンとマイク、あのパイプ椅子を向けて向こう向かありました。あ、正面じゃない、はい、で NHK の方と喋ってありました。あの今音合わせやってきたんだけどちょっと違うのね、フラットするのねって、私と面接をしてくださらないで違う話をそこでちょっとこう離れたところでやられるんですよ。それで私はずっとこう待ってたんですけども、よろしくお願いしますって言って、帰っていかれました。うわーと思いました、絵に描いたようなイビリーと思いましたけど、まあ仕方ないなと思って。でその時森口博子ちゃんだけですね、いや上沼さんが司会でなんかゆったりするわ、もう本当に頼りがいあるわって言ってくれたのは森口博子ちゃんだけでした。すごい、ひろこちゃん元気届いてると思いますよ。届いてます。ところがそのバイプイスを横に向けてハンって言った人が2年連続で司会させていただいたんで、2年目行ったら、あらご苦労様って言って、あの面接の時入ってきて、びっくりした、私ですよ、で後ろに回って私の肩を揉んでくださいました。ご苦労様、今年も頑張ってねって肩こりました。肩こりました。でもちょっと嬉しい瞬間ですね。もう番組終われる感じだったよ。ちゃんちゃんでね。そして最後に上沼さんの激レアすぎる半生を自分で振り返ってもらったんだけど、その答えが予想外すぎたぞ。さあということで、はい、芸歴50年を超えてもなお進化を続ける上沼さんのお話伺ってまいりましたが、ありがとうございます、はい、ここまでの人生ちょっとね振り返らせていただいたんですけれども、はい、改めてどんなお気持ちですか今。どんなお気持ち。改めて見て自分のね、振り返って振り返って、この人生は嫌ですね。こんだけ喋って、こんだけ喋って言うのなんやけど、こんな真っ平ごめんのすけですわ。続いて芸能界一肝が座っている女優加賀まりこ。未公開ではカジノで豪遊するんだけど、ある人物にモテて大勝ちしちゃったお話ということで、カジノにも行かれました、うん、はい、カジノ、はい、カジノにも行きますなんですが、加賀さんお金使いたいんですけれどもディーラーにもモテて大勝ちしてしまいます。え、どういうことどういうこと。私は初めてだからルーレットっていうのをやってみようと思う、はい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 、で自分は11日生まれだから11っていうところにかけたの、うん、はい、そしたらそのディーラーが23っていう番号に勝手にシュッと移すのよ、はい、あれ何すんだと思ったけど、うん、5フランぐらいだったからまあいいかと思って見てたら入るの23に。一流の人入れられる人いるって言いますよね。このピュッて回す時とこの入れる角度で入る番号があるのね。それはだからその日で覚えて、で彼は私にウインクしたから、そうねってそういうことかと思ったから、もちろん半分分け前あげて。偉い、かっこいい、かっこいい。すごい、私シンガポールで大負けしましたけどね。入れてくれなかった、ずらして入れてくれなかった。あいつおかしいな、おかしいの、移動せずに外されてたのおかしいの。